To make a decision, look at the division. Here's the first condition.テーマを決めて私自身が思うそのテーマを満たす条件ベスト3を発表する The First Condition バツバツの条件というわけでですね、今週は男らしさの条件というテーマでカウントダウンしたいと思います。それでは行ってみましょう。 The First Condition 男らしさの条件第3位は聞いて、まあ大きいというだけではなくて、なんかこうほら手の先の方がこうなんかゴツゴツしているような、なんていうのかな、なんかこうすごい力仕事とかやってんだぞ俺はみたいな感じのこう手の人、綺麗なね、すごく繊細で細くて綺麗な手もね男性で好きなんですけれども、なんかやっぱり女の人とね違う男らしさっていうのはやっぱりそういうなんかちょっと豆とかができちゃってるような、なんか昔スポーツいっぱいやってたんだよ、今は何でも重いものを持てるよ、引っ越しの時は呼んでくれベイビーぐらいのことを言ってくれちゃうような手ですね。はいそういうことを物語っているような手、はい、いいですね。それでは第2位、山や海、まあ、要するに自然が好きな人ですね。なんかこうそう、これはね、なんでかっていうと昔小さい頃によくうちの家族といとこの家族とこう一緒になってね、海とか山とかに連れてってもらったんですけども、そのいとこさんが海行けば海に潜るし、山行けば木登ってなんかいろんなこう食べれそうなものとかを取ってくれたりなんかして、それがねすごくね、なんかうわー男の人ってすごいなって思ったんですね。そう、海にもう1時間以上ずっとねなんか潜ってて、でいっぱいなんだっけサザエだとかなんかタコだとかいろんなものをこうも持って帰ってきてくれて、まあ日に焼けてて真っ黒で筋肉質で、うん、男だなっていう、男らしいな、男らしさを感じました。はい、そしてザ・ファーストコンディション男らしさの条件第1位は毛の濃い人これはなんだかよくわかんないんですけど、あのやっぱりこれも小さい頃のイメージなんですけどね、ほら自分にはない、お母さんにもないお姉ちゃんにもないのにお父さんにはヒゲがあるね、自分にはないのにお父さんの足とか手には毛がある、髪の毛みたいに毛があるとか、そういうのを見てやっぱりね、なんかあ男の人なのねって思って、でまあ小学生ぐらいだとねまだそんなに毛が濃い人っていうのはいないと思いますけども、まあ中学生ぐらいになってくるとね、みんなそれぞれ変わってくるじゃないですか、ね、人によって毛が濃い男の子も出てくればそうじゃないね男の人もいて、うん、なんかねやっぱりこうまたちょっと違うかもしれないんだけど、胸毛って言うんですか、ああいうのを見るとあ男らしいなーすよ、うん、別に私はそれが好みなわけかといったらそうではないんですけども、決してこの条件が自分の好みと一緒かといえばそうではなくて、まあ3位2位3位まではね結構その自分の好みの人とまああるかなっていう気もするんですけども、まあ、うん、毛の濃い人なんか男らしいですよね、男性っていう気がします。はい、そんな感じでまた今日も自分勝手に男らしさの条件を言ってしまいましたが、でしょうか皆さんは。